皆さんこんにちは、マシンガン山北です。今日からですね、新コーナーの方に行かせていただきます。7月といえば皆さん何を想定しますか？僕はじゃん、高校野球です。はい、というところでですね、高校野球のお話をですねさせていただきたいんですけど、まあですね、全国全部話すとですね、何話まで行くかわからないんで、まあとりあえず私の地元のですね、福岡県のところをですね、今年展望としてですね、お話しさせていただきたいなと思っております。でですね、また私がなんか作りたいなと思ったら、全国のですね注目選手等をですねお話ししますので、皆さんよろしくお願いします。まずですね、第103回夏の甲子園完全予想というところでですね、福岡県はですね、まず福大大濠、九州国際大付属、新創館高校、この3つがですね今注目されております。選抜発表のですね大濠高校と2枚看板擁するですね、九州国際大学が2強を形成、大新創館、そして東福岡伝統進学校、福岡に149キロ右腕ありっていうところでですね、僕もですね、実はですね、福岡高校にですね150キロ近いピッチャーがいるっていうところを見た瞬間にですね、わあ、だいぶ自分たちの代と変わったなっていうのがですねあります。その中でですね、まず最初に注目選手を挙げていくとですね、福岡高校がですね1917年創立の伝統進学校に現れた最速149キロを誇るですね大型右腕、伊崎投手ですね。はい、投げっぷりがいいですね。私も一度だけ見ました。そしてですね、他に注目する選手が新創館高校の松本投手、最速143キロの速球にスライダーも威力十分ということで左ピッチャーなんですよ。そしてバッターがですね、東福岡の橋口選手、長打力が光る4番センター、2007年夏以来の甲子園出場へ打線を引っ張るっていうところがありますね。でそこにですね、注目選手としてですね、福大大濠高校、ミート力を武器に複数安打お手の物、勝負強さが際立つ2年生遊撃手というところで山下選手をですね、ピックアップしてます。福大大濠高校ですね。でそしてですね、下半身強化で制球威力抜群、選抜ですね、準備以降に甲子園で雪辱を誓うというところでですね、山本大輝投手がですね、ピックアップされております。まあこうしてですね、福岡を見ていくとですね、ちょっと私もですね、解説させていただくんですけど、春までの戦況を見る限り、福大大濠と九州国際大付属の2強の対決ムードがね、漂うって書いております。でも福岡はわかりません。で、秋に県を制覇した九州準優勝、春は選抜発表で九州大会でも4強進出の 福岡大大濠、左腕エース、毛利と川上のバッテリーを中心に、山下、友野、北島、福沢らを強力な2年生が中軸を固める打線で2期連続の甲子園を目指す、1番手っていうところで書いてますね。九州大会では1年生の藤田をスタメンに抜擢し、選出の夏を見せつけているっていうところですね。で秋は県準優勝で、春は県制覇、九州大会準優勝の九州国際大付属は両右腕の存在が大きい、最速152キロの柳川投手と同145キロの山本投手、いずれも先発完投の能力を揃え、共に体重アップにより全球種の威力が増している。捕手の野田、4番の黒田を軸とする2年生の上位打線は球種レベルの高さでもこそ決定力を欠いたが、力強さが出てくれば、優勝の最有力候補に浮上するというところでですね書いております。はい、で一冬を越えてですね、大きく成長した左腕の松本翔ね、要して春準優勝の新創館が2強を迫る。松本は最速143キロ、力強い腕の振りから放たれるスライダーも威力十分、左の好打者が多い福岡県にあって、その存在は心強いと書いております。で春4強入りした県3位で九州大会出場の東福岡、スター選手は不在も、昨年就任した、ここが注目ですね、ロッテ伊藤義弘監督のもと、自慢の守備力をベースに粘り強い戦いを繰り広げると書いてます。で同じく春4強の戸畑、1年夏からレギュラーを張る通算、ホームラン16発の遊撃手、藤野を軸に揃えた打線が右エースの竹下らバラエティに、飛んだ左右投手陣を援護する。そして次にですね、筑陽学園、西日本短大、沖学園、飯塚で私の母校の復興大城東、
そしてですね、東筑紫学園、自由が丘、九州産業、九産大九州、福岡第一も力を潜めているっていうところでですね、書いております。まあ、福岡はですね、もう本当ですね、どこが来るかわからないんですよね。私の中ではですね、福岡は連続があんましないんですよね。私がね、知ってる連続っていうと、東福岡の春夏とですね、九州国際大の春夏のイメージしか正直ありません。でですね、まあ、今回ね、福岡はですね、もう、こう言ったらですね、監督さんたちに失礼かもしれないんですけど、昔の監督っていうか、私たちの時の監督さんたちはやっぱもう、すごい人がいっぱいいたんですよ。最近はですね、もう考え方が変わったり、昔の指導が合わなかったり、現代の戦い方、それがどういうところかの、どういうね、ところなのかなっていうのをですね、私もですね、ちょっと考えていきながらですね、まあ、今回ですね、いろいろ高校野球を見させていただこうと思ってるんですけど、やっぱし僕たちはですね、ちょっと強豪校あるあるっていうところがあって、名前で多少ですね、わ、このチーム勝つやろうとか、私もこれ、友人から聞いた話なんですけど、まあ、逆に強いチームと当たったら、俺たちが任しちゃろうとかですね、そういう気持ちがあったり、夏はですね、もう間違いなく、春は投手、夏はですね、総合力っていうところで、どれだけですね、勝ちたい気持ちがですね、強いチームがですね、勝つと思っております。今、福岡のですね、戦況をお話しさせていただいたんですけど、福岡はこれといってですね、今、福大大濠高校、九州国際大学のですね、名前が出たと思うんですけど、本当にどこが来るか分かりません。っていうのがですね、もう本当戦国福岡っていうところなんですよ。ただ福岡が強豪すぎて、まあ、ここ最近はですね、福大大濠の方が甲子園でも活躍をしてですね、まあ、なんとか福岡上位に行くっていうのがあるんですけど、はい。福岡はですね、大体基本、代表になると1回戦、2回戦、まあ、ベスト8行けばいいかなっていうところだったんですけど、今回ですね、この雑誌を見る限りではですね、福岡はですね、結構いいところまで行くんじゃないかなっていうですね、私は思ってます。っていうよりですね、もう私たちが高校野球の時代から140キロってもう当たり前なんですよ。で、ましてやもう今145以上、かなりいます。そこに160じゃない、150でしょ。まあ、なんか、すごいですよね。はい。もう今、どこが行ってもわからないっていうかですね、もういろいろ今、個人トレーナーさんつけてるところもあれば、トレーニング理論も変わったり、練習方法も変わったり、まあね、いろんなところあると思いますけど、私は今回ですね、まあ、福岡県を今お話をさせていただいたんですけど、最終的にはですね、次はこちらを見て全国のですね、注目選手っていうところをですね、見ていきたいなっていうところもですね、多少考えてます。ただ今日は今回第1弾というところで福岡県代表をお話しさせていただきましたので、まあ、今後ですね、マシンガン山北の高校野球レポートよろしくお願いします。そしてですね、これは夏の高校野球が終わるまでですね、私は続けさせていただきたいなと思ってますので、皆さんよろしくお願いします。